贅沢をしようとしてもできないっていうのがマジでそれで、無駄にすぐギルティーを感じてしまうからなんかあの楽しんであんまお金が使えないみたいな、あなんか果たして私はこんな美味しいものを食べていい人間でしたっけみたいな皆さんごきげんよう、ミルナです。今回は田島遥子さんとのコラボ会です。はい、はじめまして皆さん、あの視聴者の方のなんか相性みたいなやつは何もない、あ何もないなあかなかったっけ、私たちがするけどせっかく皆さん、はい、ミルナギャルだミルナギャルの皆さん、はじめまして、私は田島遥子と言いましてなんか音楽をやってて、で、あのなんかあの一応なんかちょっと YouTuber っぽいこともやってるんですけど、あの全然あの本当にめちゃくちゃあの普通に全然あのそんなことはいいんですよ、あのとりあえずそんなことはよくって、まあでも普通に今こうして、あなんか結構あのいろいろ不安定なんですけど、この辺がミルナさんとねちょっとお話ししてみようということで、はい、なりました、はい、なりました、イエーイ、イエーイ。でまあお互いそのなんとかギャルっていうのをやって、なんとかギャルっていうのをやっててっていうか、そのドールギャル、ドールギャル YouTuber のミルナさんと、私はニューウェーブギャルって自称してて、はい、なんかなんて言うんだろう、そのまあそんな感じですね。ギャルコラボ、まあ、なんか そうです、なんかあの異端ギャルみたいな感じのコラボでやっていきたいと思います。これは砂揉める砂です、砂です、砂揉みながらちょっと今日はね、うん、揉んでいこう、砂をあんまいい砂もうダメだ、なんかちょっとあのこのプルプル震えちゃって、でも私たちが笑うことによってこのこいつらが怒ってしまう割とこのなんかなんていうんだろう、この割のすでになんかわかんないけどめっちゃ面白くなってて、2人でなんかこの結構今日会った時点からなんかね、うん、割と面白いんです、面白いんですよ、結構あのフィーリングがね、あのフィーリングがっていうか、ね、あれですよね、シンパシーが、そうなんかこのシンパシーが半端ない、シンパないから、ね、通称シンパないっていう状況で、それを流行らせたいっていう、はい、お互いなんかね、その何なのかわかんないけど、このなんとなくあの面白い感じをね、ちょっと この楽しさみんなにも伝わってほしい、この砂を揉むとなんかわかんないけど笑い出す、うちら砂は楽しいこれ結構すごいなんか、ミルナちゃん的にもなんかやばい回みたいになりそうです、やばい、なんかこのなんだなんか、なんだ、砂を揉んだ回みたいな、砂を揉んで爆笑した回みたいな、いやでも割と私の動画は毎回なんかこうグミを作りながらめちゃくちゃ愚痴続ける回とか、こうクソみたいな回あとなんかこのアスムル動画をやろうとしてこの砂を包丁で切るって回とか、あのアスムルのなんだっけ、あの、アスなんか私はアスムルってなんかその脳内で呼んじゃってて、ね、確かにアスムルじゃねえわって思ってなんかそうなの、そう、アスムル動画を撮ったら ASMR か、そうそうそう、アスムルじゃないってすごい叩かれて辛い、確かになんかああいう英単語の並びは確かになんかそうやって読んじゃう、ね、そう、今回はあのこれがあって、このなんだっけ、話したかったことをカードにしてきて、このこれだってやるやつがあって、で記念すべき第1回がじゃじゃん、金いやすごいなんかこの金の話がしたくて、あの金っていうのはなんかこの、はいはい、なんだっけ、この生々しい話じゃなくて、その私がすごいこのハルコさんにとっての金を歌ったハルコズマネーがすごい好きで、 ありがとうございます、そうそうそう、これはちょっと金の話をしないといけないと思って金って書いたっていう、うんうん、マニー、そんなにいらないマニー、あってもそんな使わないマニー、なんかいっぱいあっても使わないよねって思ってなんかそうなんですよね、いざいっぱいあっても多分使い道に困っちゃう側っていうか、そうそうそう、なんかその本当になんていうの、豪遊して一晩でなんか富を失うタイプじゃないなって思うけども、なんか多分そういうなんか急に大金が手に入った時って、なんかわかんないけど少なくともうまく運用できるわけでもなければ、なんなら豪遊して使い切った方が清々しいんじゃないかとか思ったりもして、でもなんか多分できずに、なんかでもちゃんとためられもしないみたいな、なんかもうそういう感じになりそうだなって思って、お金すごいめっちゃ欲しいなとか思うけど、あんまりお金に対してすごいあのドリームをそんなに抱けないっていうか、そう、なんか私も全然この部屋とかなんか6畳ぐらいしかないんですけど、なんかこのなんだっけ、その金の使い方がよく分かんなくて、なんか家賃とかもあんまり広いところに住むと怖いじゃないですか、なんかこうたとえ予
なんか年収なんか2000万とか入ってきたとしても、なんかその家賃が7万とかになってしまうと、もう怖くて恐ろしい。まあ、年収2000万だったら全然大丈夫、それは。大丈夫かな。そこは多分大丈夫だと思うけど。大丈夫じゃないと思う。まあでも確かにそのフリーランスだと安定してそれがずっと供給され続けるわけじゃないから、まあ確かにそういうのもそう、なんか2億円持ってたら全然7万のところに住んでいいと思うけど、贅沢をしようとしてもできないっていうのがマジでそれで、実際に私この間個展があって、個展が終わったので打ち上げで贅沢をしようと思ったんですよ。だからすごいいい店に行ってウニにウニを乗せてウニにつけて食べたんですけど、でもなんか普通になんか全然1万円いかないぐらいになっちゃってなんかお金って結構なんかあんまり使わないなって思った。いやでも全然1人で1万円だったら結構豪遊してる、結構豪遊だった、立派に豪遊できてたらいいんじゃないかな。でもなんかやっぱりこの恐れ多くて、そんなことはすごいなんか個展の直後1年に1回とかしかできないと思う、恐ろしくて。そういや全然その感覚があってむしろ良かったのでは。良かった、やった。え、逆になんか それまでに合流ができなくて困っているんですか？お金使わないこともないし、すごいケチってわけでもないけど、なんていうか無駄にすごい、前もなんかミルナちゃんに言われたんですけど、無駄にすごいギルティーを感じてしまうからなんか楽しんであんまお金が使えないみたいな。あ、なんか果たして私はこんな美味しいものを食べていい人間でしたっけみたいな、なんかそういう感じになりだすと割と良くないから。良くないですね。そうそう、めっちゃ良くない。それそう、本当に人生楽しめないんですよ。人生楽しんでほしい。いやでもなんか本当になんか美味しいものとか、高い、基本的に高い食べ物とか好きだし、高い食べ物の味が美味しいので。あ、味も美味しい。そう、だからそう、だからなんかそういうのは好きだし、すごい食べたさもあるし、あとなんかあんま我慢ができないから、全然食べたりお金で食事とかにお金使ったりもするんだけれども、なんか我慢できないくせにギルティーを感じるみたいな感じです。すごいなんかこの辛そう。うん、辛い。人生辛い。マジで脳の作りが本当になんか不便な作りで。まあ、でもなんかお金使うことへのギルティー この根源がちょっと違うような気がするが、そのなんかお金使うの怖いっていうのは非常にわかり、それこそ私がその家賃全然高いところに住めないっていうのもそうだが、私の場合なんか普通にこのすごい自分のことが貧乏なような気がしているので、それですごい金がないんじゃないかっていう不安になっちゃってそれで恐ろしくて、家賃とかもすごいボロいところにしか住めないなことになる。本当に貧しい、なんか飢え死にが怖い。まあ飢え死には多分よっぽどのことがないとしないんで。本当、うん、いや絶対大丈夫。飢え死にはそんなに不安で仕方ない。そのなんか年間の死者数の多分飢え死にってだいぶ下らへんだと思うんで。そうなんだ。がんとかが多分多くて、飢え死にはあんまいないと思う。食べ過ぎとか、食べ過ぎで死、食べ過ぎで死ぬっておかしいけど、そういうなんか生活習慣病とかで死ぬ人とかの方が全然多いと思うんで。飢え死には大丈夫です。この励まし方で正解なんかわかんないけど。いやでも本当になんかこのよく考えたらここ日本だから、そんな飢え死にしないので、なんか福祉とかがあるから、そんな飢え死にしないような気がする。福祉が充実もしてないけど、なくはないから大丈夫だと思う。よかった。本当に飢え死にが怖すぎる。飢え死にがそんな怖いって話初めて聞いた気がする。飢え死にが怖すぎて、だからウニとかも、ウニを食べるとおにぎりが100個ぐらい買えるから、ウニ美味しいけどおにぎりが100個ぐらい買えると思う。まあでもそれは分かる。なんかその別のものに換算しちゃうっていうか、なんか高いものにお金を使うと、そう、うまい棒100本うまい棒1000本か、やば。やばいな。うまい棒が1000本もあってもどうしようもない。まあでもどうしようもないから。うまい棒でそんな多分上しのげないし。確かに。お金の話はこの辺に。この辺にしましょう。無限にしてしまう。割と無限に喋り続けますね、これは。そうですね、危険ですね。じゃあ私がめくったから、次はめくってもらう。はい、ずっとすごいの、手にめっちゃ砂がついてる。しかも結構クリエイティブなものを使って。そう、丸めたり。